1月19日に発表された春季キャンプの振り分け。1軍にフレッシュな面々が名を連ねた一方、2軍スタートとなり、厳しい立場に置かれている選手たちがいます。昨年のキャンプでも2軍スタートとなった及川選手や小野寺選手が必死のアピールで1軍での出場機会をつかんでおり、構想外というわけではありませんが、序列が低いことは間違いありません。今回の動画では、2軍スタートとなり、厳しい立場に置かれている4人の野手について紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では詳しく見ていきましょう。1人目は、今年4年目を迎える坂枝選手です。佐藤輝明選手や村上選手と共に2020年のドラフトで入団した坂枝選手は、ルーキーイヤーとなった2021年に2度の骨折をするなど、苦しいスタートに。1軍出場はありませんでした。2年目の2022年にはプロ初打席で初ヒットとなる同点タイムリーを放ったものの、出場はこの1試合のみ。即戦力として期待されたものの、2年間はほとんど1軍での出場がありませんでした。3年目となった昨シーズン、坂本選手と梅野選手の2人が併用される形で起用され、なかなか出番が回ってこなかったものの、優勝決定後の9月15日の広島戦で、ようやく初スタメンのチャンスが巡ってきます。初登板となった門別選手らをリードした坂枝選手ですが、結果は5対6で敗戦。試合後に岡田監督が、まともに行き過ぎやな。全部変化球でええわけやからな。決まり事やないんやから、一人のバッターに絶対にまっすぐを投げなあかんとか、そんなんないわけやから。びっくりしたわ、とリードに苦言を呈す場面も。ようやく巡ってきたチャンスで思うような結果が残せませんでした。今回のキャンプの振り分けでは、坂枝選手が2軍スタートとなった一方、若い藤田選手と中川選手が1軍スタートに。岡田監督は以前から中川選手について、バッティングがいいな。小力がある。使えるかもな、と語っており、坂枝選手の立場は年々厳しくなっています。2軍の成績を見ても OPS6 割5分8厘の坂枝選手に対し、中川選手は OPS7 割4分4厘を記録。高卒3年目を迎える中川選手に差をつけられています。坂枝選手は、今シーズンに向けて、多分、本当に1年終わるんじゃないかなと思うくらいの。気持ちを込めて、もっとアピールしないとあかん、と悲壮な決意を明かしており、勝負の1年と位置づけているよう。梅野選手と坂本選手が共に30歳を超えており、次世代の正捕手争いに注目が集まっているだけに、もうアピールを見せてほしいですね。2人目は、5年目を迎える遠藤選手です。高校通算45本塁打を誇る強打のショートとして2019年のドラフト4位で東海大相模高校から入団した遠藤選手。しかし、ルーキーイヤーに打率1割5分7厘と低迷するなど、プロのボールに適応できず、苦しいシーズンを送ってきました。ショートの守備でも確実性を欠いており、サードやセカンドにも挑戦。昨シーズンからは本格的にセカンドへとコンバートされました。このコンバートが功を奏したのか、課題だったバッティングが一気に上向きに。2軍で開幕直後からヒットを量産し、前半戦で打率2割8分9厘を記録するなど、明らかな変化が見て取れました。和田2軍監督も、今年一番成長している選手、と絶賛。本人は好調の要因について、上下のブレが少なくなって、ボール球に手を出すことも少なくなって、ボンダの状態も良くなりました、と明かしています。最終的にウエスタンリーグで2位となる打率2割7分を記録し、三振率も 20.5% まで減少。内容も非常に良く、ようやく開花の兆しが見えてきました。さらにはコンバートされたセカンドの守備でも2軍でダントツの UZR10.6 を記録。攻守で進化しており、1軍の舞台も近づいてきている印象です。春季キャンプの1軍抜擢もあるかと思われましたが、まさかの2軍スタートに。
ドラフトで高校生ショートを2人獲得していることを考えると、思った以上に球団の評価は低いのかもしれません。和田二軍監督は新人合同自主トレを視察した際、キャッチボール、ペッパーなんかも、おおという感じは受ける。非常に楽しみ。戸井とか、遠藤、高寺あたりがうかうかしていられない、と語っており、危機感を煽っています。高卒5年目となる今シーズンも一軍出場がないようだと、さらに序列が下がってしまうため、遠藤選手にとっては勝負のシーズンです。手薄なセカンドのバックアップとして存在感を見せてほしいですね。3人目は、4年目を迎える高寺選手です。高卒1年目のフェニックスリーグで打率5割2分2厘を記録するなど、天才的なバットコントロールを持ち合わせた高寺選手は、2年目の春季キャンプで1軍に帯同。6月8日に初昇格し、即スタメンで出場するなど、当時の首脳陣からの評価は高かったようです。9月23日に再昇格を果たすと、その日の広島戦で初ヒットを記録。クライマックスシリーズでもスタメン出場するなど、高卒2年目としては順調すぎるほどの経験を積んでいます。2022年は2軍で打率2割8分、OPS7 割2分3厘を記録しており、個人的にもかなり楽しみな存在だと思っていました。しかし岡田監督が就任した今シーズンは守備の不安もあってか、1軍出場はゼロ。二遊間のライバルでもある小畑選手が開幕スタメンをつかんだのに対し、一度も1軍昇格がありませんでした。2軍でも打率2割6分、OPS6 割5分7厘と前年よりも数字を落としており、かなり苦しいシーズンに。今回の春季キャンプも2軍スタートとなり、厳しい立場に置かれていることは間違いありません。二遊間には共にゴールデングラブ賞を獲得した中野選手、木浪選手が立ちはだかっており、かなり高い壁です。それでも高寺選手は、厳しいところだと思うんですけど、そういう先輩と勝負していかなければ、ダメ。それぐらいの実力をつけられるように練習します、と、さらなるレベルアップを誓っています。守備を重んじる岡田監督に使ってもらうためにも、守備を磨きつつ、チームメイトも認める天才的なバッティングをさらに伸ばしていってほしいですね。遠藤選手や戸井選手といったライバルとの争いに注目です。そして、4人目は1軍経験も豊富な島田選手です。入団1年目から1軍の舞台を経験し、2022年には123試合の出場で打率2割6分4厘、21盗塁を記録した島田選手。昨シーズンはレフトにノイジー選手、ライトに森下選手が入ったことでスタメンの機会は減ったものの、ダイソーや守備固めで101試合に出場するなど、岡田監督は重宝していました。自慢の足では盗塁を8度試み、7度成功させたものの、守備ではノイジー選手に次ぐ4失策を記録。8月9日の巨人戦では2アウトランナーなしの場面で近本選手と衝突して落球し、続く中田選手のホームランで逆転される場面も。チームはなんとか逆転勝ちを収めたものの、守備の不安を露呈する試合となってしまいました。バッティングでは打率1割4分5厘と苦戦しており、守備でも不安があるとなれば、岡田監督も使いにくいはず。そういった背景もあり、1軍キャンプから外れたのではないでしょうか。岡田監督からの期待が高い前川選手や野口選手は守備に不安を残しており、守備固めを担える外野手は1軍に必要な戦力です。守備の不安を解消できれば経験のある島田選手が筆頭候補になることは間違いありませんが、守備に不安を残すようだとルーキーの福島選手らに白羽の矢が立つでしょう。アピールが難しい役回りではありますが、2軍でどのようなアピールを見せるのか非常に注目です。いかがだったでしょうか。今回紹介した4選手は、より若いライバルが台頭しており、厳しい立場に置かれています。28歳でブレイクを果たした木浪選手のように、年齢を重ねて開花することも十分にあるため、レギュラー争いを盛り上げる活躍を見せてほしいですね。2軍キャンプでの猛アピールに期待して応援しましょう。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。